これは上野文化会館で一番有名な、まあ、あの袖なんですけれども、これ全部世界中の出演されたカンパニー、オペラとかバレエとかオーケストラとかのカンパニーの方たちが記念に皆さんサインして額縁にして、すごい。これ全部世界中の出演されたカンパニーの方たちが記念に皆さんサインして、はい、これバレエ団だけ？いや、オペラもあります。まあそこ有名だとロイヤルバレエとかパリオペラ座ね、あとはミラノスカラザ、あれはオペラだと思いますね。オペラとか、だいたいオペラとバレエが多いですかね。あとはオーケストラとか、だいたい日本でここが一番伝統の劇場というか、まあ、一番歴史があって、だからここで踊れるっていうのは、あのダンサー冥利につけるというか、ダンサーたちはとても幸せなことだと思います。今これあの今日はゲネプロといって舞台稽古があるんですけど、舞台稽古前の、あのレッスンですね。必ず劇場に入ると劇場 の, あの舞台の上でこうやってみんなでレッスンして、まず舞台の感覚をつかむっていうんですか。どうぞ入って。でも5階席までかなり分かります、深さがあるから、こう井戸の中にいるような感覚っていう。でこれバレエのレッスンすることによって客席に向かってレッスンするので、本番立った時に自分がどういう感覚になるかっていうのを今から自分で体で覚えて。そうですね、人数が多いので、あのこっちはあの若い人たちはあの客席の方でやってますね。セカンドの子たちとか、はい、やっぱり先輩から順番にバーついていってっていう感じですかね。この舞台の裏側ですね、ここをダンサーは移動して、はい、向こうから出る、こっちから出る、ここを走って、はい、そうですね、もうなんか最近はありとあらゆるところに、ああいうふうに袖にね、団体でああいうふうに額縁で置いてあるのもあるんですけど、個人的に書いていらっしゃる方はこういうところに書いていかれるみたいで、そうですね、本当ですね、書くとこがなくなっちゃう。こっち上手になります。こっちから、はい、あの客席の方行きますね。結構あの迫力ありますよね。ここ2階席ですよ。ここから今あのバーが終わってセンターレッスンに移るので、あ、そうか、みんな移動して、そうですね、2階席に、2階席だと見え方がちょっと違う、あの違いますよ。2階席の1列目は展覧席といいますか、天皇家の方が来たりする公園やなんかだと、やはりこういうところにお座りになられる。
2階の真ん中に、まあ、ここは特等席と言ってもいいと思います。はい、どうぞ。ここが一番上です。かなりね、こう、はい、そうなんですよ、井戸の底を見るような感じ。ただやっぱり頭の上から見られるような形になるので、こうコールドバレーの列とか円の綺麗さとかはもう一目瞭然で、揃ってるか並んでるかどうかが和光だと分かってしまうから細心の注意を払って、みんなコールドバレーは綺麗にここから見るとすごい綺麗ですね。綺麗ですよねみんなが同じ動き、そうなんですよ、同じ動き。意外とだから、ご解析から見るのを好きな方っていうのも中にはいらっしゃるみたいで。なるほど、はい、ここだとやっぱり表情までは見れる。そうなんですよね、そこですね。ただまあよくダンサーに言うのは、まあ、ご解析まで届くような体のエネルギーの使い方で踊ろうって、体で表情が伝わるような踊りができたらすごい素敵ですよね。こっちがロビーになって、ロビーも やはりかなり広いですよね。はい、広いです。天井が高いですね。そうなんですよね。このカウンターみたいにはなんか、ここでお飲み物を売ったりして、皆さん休憩時間とか開演前はここでちょっとお酒飲んだりコーヒー飲んだりっていう感じですかね。すごいシャンパンも売ってる。そうですね、飲みながら見るってことですか？いやいや、上演中は飲食は禁止なんです。はい、上演前とか休憩時間。これ上の神田清陽軒有名な、はい、神田清陽軒と有名なレストラン。そうですね、レストランです。はい、あ、そう、レストランとかも入ってる、はい、そうなんですね。美味しいですよ、昔から。はい、西洋料理というか、はい、こっちが上の動物園の公園の方になるわけですよね。はい、そうなんです。こっち行くと上の動物園になる。向こうが美術館で。バレエ前後でこの辺でもうめちゃくちゃ楽しめちゃいます。そうですね。そうですね。本当に。いやいや、本当に本当に。こっち行きますか。イヤホンガイドの方です。はい。イヤホンガイドを今回やるので。あ、これ。こうなってるんだ。あ、なるほど。はい、なるほど、セットで。はい、で、イヤホンさして音量で聞いてもらう。なるほど。バレエデクとして来るのは初めてです。どう思いますか？普段歌舞伎とか伝統芸能で、私たちイヤホンガイドっていうのは活躍が多いので、バレエって難しいというか、なんだろうなっていう人には役に立つものがあるかなと思います。歌舞伎では当たり前。当たり前になったのが最近ですか？そうですね、50年かかってたんです。ああ、そうですか。50年になるのでうん、最初はもうそれは当たり前でもなく、うん、イヤホンガイドのガイが公害のガイだなって言って新聞記事も出てたって聞いてます。成功があったんです。やっぱりそうですよね。なんか私もね、そのバレエの方が音楽聴きに来てるのに身元でガヤガヤなんか言われるのは嫌だっておっしゃると思うんですけど、私歌舞伎が好きで、はい、しょっちゅう歌舞伎を見に行くんですけど、はい、やっぱりイヤホンガイドを聴いて勉強した口だったので、長年の夢だったんです、イヤホンガイドをバレエでやるのは。今回やっぱりYouTube 効果で、初めて見にいらっしゃる方が、あの人は誰なんだろう、今これはどうなってるんだろうっていう素朴な疑問が出る方がいらっしゃると思うので、そういう方々のためにちょっと挑戦してみたいなと思って、だいぶ進みましたよ。もう今日中には書き上げたいと、もう原稿書いて、それを全部手直ししていただいて、専門の方に手直ししていただいて、で、まあ、実は、昨日決まったんですけど、はい、3回公演中、私が1回ナレーションをやることになりまして。
あ、そうなんですか。まあ、専門家ではないので、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、頑張ってやろうかなと。なんで自分でやろうと思ったんですか。まあ、1回目の講演って、まあ、今井くんと長橋さんと美希くん、はい、3人のプリンシパルが、こう3人プリンシパルが揃う講演ってなかなか実はなくてですね、まあ、3人に舞台はもう任せてですね、私はちょっと下からこう援護射撃じゃないけどしたいなって気持ちがあって、ちょっとそのナレーションの方で気持ちで応援したいなっていう、はい、感じです。ここが今回イヤホンガイドをやるお部屋です。ここからあの放送をします。あの YouTube の渡辺ディレクターいつも拝見させていただいて、実は年末に私バレ全然今日あの見たこともなかったんですけど、うん、偶然見させていただいて、それからチャンネル登録していつも見てます。あのバレエ団からお誘いがあったって言われますって会社で、で、え、どのバレエ団ですかって聞いたら、うん、こちらのバレエ団ってなって、もうぜひ。いや嬉しいです、そういうのってすごく。こういう思いの方がいらっしゃると、なんか一緒にこう頑張る気力が湧いてきます。じゃあよろしくお願いします。仕上がりはちなみに どうですか、全体的に。そうですね、あの、うん、全体的にはあの上がってきてはいるかなとは思うんですけど、個々のダンサーが、まあ、例えば中橋さんがねちょっと足の指が痛いのが心配だったり、本人は過酷だと思います、本当に辛いと思うんだけど、ただまあやっぱりある程度あの大変でも練習乗り越えてきた人は本番かなり強い、うん、強くあのいられるっていうのが、まあ常々私がこう見てきた中で、経験してきた中で思うことですかね。ついこう親心で休ませてあげたくなるんだけれど、そこをやっぱり踏ん張ってやってきた人の方がやっぱり本番花開くんですよ。